続きまして、ザ・サンデー夫妻をご紹介いたします。現在の日本競馬における最高の名決、パドックサイドから登場した東良決でございます。父はダンシン・ザ・ダーク、母は名人エアグループ、母の父はスミーミンでございます。今回の華麗な決闘につきましては、皆さんご存知と思いますが、簡単に説明させていただきます。母はオープンとテコンドーアクティブに優勝し、コーチとしては我な審判にして、年度代表となりましたエアグルーヴ。姉のアドモエアグルーヴはエリザベス女王杯を連覇、また母としても2冠馬となり、女王として人気が復しておりますスラメンテを輩出。また最大 G1 クイーンエザルティテイカップステージ、こちらも注目としておりますルーラーチップは本番の判定であり、早々たる名馬がブラスタイムに直すため連ねます。本馬はこの母体と血統が高く評価され、2004年のセレクトセール口座市場では激しい競り合いの末、4億9000万円という当時としては最高の金額で落札されました。競走馬としては不運にも、怪我による長期戦線離脱によって優勝を勝ちには至れませんでしたが、芝の中距離を中心に3勝を挙げております。このような超良血馬が不運となって再生した例は世界的にも多数ございます。3区は、昨年デビュー、イテリオグリーンが先週の小倉競馬芝 2000m の3歳に勝利戦で、果敢に大逃げを打ち、最後までリードを保ち、3勝という少ない3区の中から1号2点8勝利を挙げております。なお本年のコメント資料は大条件中は万円となっておりますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、新田さんという2人でした。